ゼロです。マジきつかった今日。はい、野尻第2戦終了しました。無事ゼロ本という結果になりました。今日は42手か3手ぐらい出場して、そのうち10人ぐらいはノーフィッシュ、あと30手は釣ってきてると。1位が3600ぐらいだったかな。で、自分はもうゼロで、で前日プラもゼロだったんですけど、上流で魚見つけてたんで、ちょっと温度が上がってからとりあえずスロープ周辺をまず朝一探って、それから上流に行って上流で魚を拾うっていう、理想は1本か2本かスロープ周辺で見つけて上流に登っていくっていうプランだったんですけど、見事に、まあ、ちょっと最初の方に、まあ、チェイスじゃないですけど魚がいること確認して、ちょっとそれも今振り返ると粘ってもう一回スローダウンして、ダウスイで引っ張ったやつのフォローをもうちょっとしっかりしとけばよかったなっていう。あともう上流はもう壊滅的に魚がいなくなってましたね。なんかもう全然おらんかったっすね今日。どういう状態なのかわかんないですけど、やっぱね、やっぱ個体数は絶対的にやっぱ少ないんで、なんとか一本キロオーバーを取りたかったんですけど、もうチェイスもなかったし、魚探も映らんかったし、もう魚がもうとにかくいなかったっすね。なんで、もうちょっと、次7月なんで、もう前日プラだけじゃなくて、日頃でちょっと上流もう一回、仕切り直して、もう一回調査して、やっぱ魚がいないと、始まんないんで、もうほんと、まあでもいると思うんですけどね。でもそれをな、こう、食わせれない。間違いなく上流にはいるんですけど、それを完全に見つけることができない。なんで、もう次、今、年間ポイントで13位か14位ぐらいだったんで、前回の9位が結構ポイントが高かったんで、なんとか13位ぐらいなんですけど、ちょっとね、次、もうこけることはできないんで、なんとか、次10位以内目指して。もうね、次、7月ってなると、台風とかも来たり、やっぱ最近ね、もうほんとね、増減水が、すごい激しいんで、それでもう、一気に上流の雰囲気とか、で、やっぱ日曜日ってなると、今最上流で恋釣りとかしてる方がいらっしゃって、最上流のドン付きの橋桁のとこに入れないんですよ。それがちょっとまず日曜日きついなっていう、まあドン付きがですね。で、そこの上流の中のシーヤ大橋からの、シーヤ大橋、で、あと、二見橋でしたっけ。あそこのところでもキャッチできるんですけど、まあ、冷たい雨だったのか、どんな状況で、あそこの魚たちが抜けるか、もう少し、まあ今5月なんで、あと2ヶ月、試合まであるんで、もうちょっと、あそこ調査して、次の7月に、もう、上流行っておらんくって、1本釣っても、10位に入ることは無理なんで、もうその時はもうプランを変更して、やっぱ釣り方を変えていかないと、ちょっと、試合でやっぱ勝てていけないかなっていう。そこをちょっと考えて、あと2ヶ月練習して、いるはずなんだけど、上流に、間違いなく、けど釣れん!いなくなっちゃうんだよね。チェイスも今日なかったんで、昨日は2匹ぐらいチェイスがあったんですけど、今日もチェイスもなかったんで、温度もそんな下がってたわけでもないし、ベイトもいなかったわけじゃなかったんですけど、水も良かったし、結構その11時ぐらいから、10時半ぐらいから上に登り始めたんですけど、朝一、やっぱ結構釣れないんですよ、やっぱり。
なんで昼をピークに上流に行くプランで行ったんですけど、今日は本当おらんかったっすね。ちょっとね、やっぱ本当一本二本持って上流に行けば結構強気でルアー投げれるんですけど、今日みたいになるとあーでもないこうでもないっつって、もう自分のビッグベイトだったり自分の好きなルアーが投げれなくなっちゃうんで、できるだけ最初に取れるように次はしていきたいと思います。もうね、もうショックすぎて、もう久しぶりのゼロなんで、もうその前回のあの帝王っていう試合もまずまず取れてたんで、雨が良くないのか水温なのか水質なのかわかんないんですけど、そこをもうちょっと精度を上げてって、必ずね上流で釣りたい、だけど釣れない、もうほんとその釣れない時はもう釣れないって分かってて上流に行くのはちょっとね、もう戦えないんで、もう本当に年間10位以内いけないし、一回ぐらいはね、表彰台に上がってみたい。で、立てもらいたい、一回ぐらいは。それに向けて、これからも、頑張っていきたいと思います。いや、もう相当へこみました。やっぱね、みんな、すごい上手です。やっぱ、結果も聞いても、ほんと、皆さん、場所だったり、釣り方だったり、やっぱり今のこの、4月、5月って、やっぱ産卵絡むじゃないですか。で、やっぱ、そういうネストを攻めてみたり、魚が入ってくるところを確認したりとか、まあ僕が今までやってた釣りとはもう全然違う形で、多分、全然考え方の違う感じで釣りしてるんで、そういうのもね、ちょっと自分ももう一回勉強し直して、第3戦、あと僕もトーナメントライフがあと2回になっちゃったんで、九州大会というか、恩賀川、行けるように、次も、頑張りたいと思います。いつも、YouTube、もう全然最近魚の、動画出せてないんですけど、またちょこちょここの2ヶ月は、釣り動画を、出せたら、なと思います。じゃあ、上流挑戦、引き続き頑張って、ダメだったら、もう、別なプランで、行きます。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。